ともゆうたです。今回は HKS のドライサクションカーボンキット吸気ですよね、をちょっとこちらに変えていきます。純正タイプはすごいここが細いので、ちょっと吸気の効率がちょっと低いということでこちらに変えます。はい、まずベルトカバーを外していきます。クーラーとか、本当はインマニーとか外すんですけど、ちょっとこのオルタネーターとかも外さないといけないんで、そうなると作業スペース作るにはかなりしんどいんで、このままのスペースでちょっと行っちゃいたいと思います。はい、あとバッテリーのマイナスは取っといてくださいという指示なんで、それもちょっと外しといてくださいね、皆さんも。とりあえずここのボルト外していこうか。ホースバンドだね。はい、見えるかな。で、ここのね、根元にあのホースバンド見えるかな、ちょうどあるんだけど、あそこにこんな感じで、こうすごい入りにくいの。これもユニバーサルとエクステ使ってちょっと回していきます。ここはちょっと撮影できないから、撮るとこは飛ばしちゃいますね。で、ほぎたら次はここですよね。ここをちょっと緩めて、はい、ダメだな、こっちも取ろう。してるね。もう抜けそうなんですけどね、これは。なるほど、ちょっと待てよ。俺がね、今抜けないって言ったのこれのね、このバンドで止まってんだけど、バンドのあの挟むところが真下に向いてて、これかなりきついっすね。ちょっと考えます、今。はいはい、ですね、で、これですね、結局ここのやつ、まあ、インタークーラーも今取ったんですけど、結局手が入んないんで、やっぱりインマニを取るしかないんですけど、取るの相当めんどくさいんで、
西側のここに出っ張りがあるんですけど、これだね。これをカットしました。で、ここもカットしないとインマに上に当たっちゃって、こっちに引っ張り出せない。これこうやって入ってるんですけど、こっちに抜けないんで、こう突き出てると。で、両方ここをカットして、まあ、ここの下からね、こう引っ張り出してきて抜いたという感じです。はいはい。で、説明書にこのニップルですよね。で、空気が漏れないようにこのシールテープですねをちょっと巻いてくれっていうことなんで、ホームセンターでこれ買ってきて、で、ここにこうねつける感じですね。はい、もともとはこうやって巻いてないので、やっぱ空気吸うとこなんで、ちょっと漏れちゃうとねいけないんでね、巻いていきます。よいしょ。はい、ほんじゃあちょっとこいつを入れていきますか。よいしょ。狭そうだね。こちらのパーステアポンプですねを僕外しました。じゃないとこれがね入らないんですよ、こうまっすぐ。はい、で今入りまして、でここもホースバンド見えるかな、見えないね。なんかもうちょっと暗くなっちゃったよ、時間かかりすぎて。あ、この H ケースのここをねつけるのがめちゃくちゃね無理。もうインマに外した方がいい絶対。で、ここもホース入ってて、で、ここのニップルも通した後じゃないとこれ出っ張ってるから通らない。で、こっちのニップルも2つつけるんですけど、で、これシールテープね。で、これ手回しした後に、あれ、した後に 1,2 回転すればいいっていうんで、半分これで1回転、はい、これで2回転ですね。一応2回転させました。1回転半でやめておきます。よいしょ。
あとはこいつをここだね、ここに入れていきましょう。ここは何かあったっけ。ここはないのか。ここはじゃあこれを入れるだけ、あとこれもここに入れるだけ。こいつらもここに入れるだけで、よし、これでね、とりあえずカーボンサクションの取り付けはもう取り付けました。ここ自体は、あとはもうとりあえずこのパーステポンプがめんどくさい、これを戻しましょう。はい、あ、そうだ、あとこっちだ、ここのやつが、見えるかな、これ。ここ、さっきのニップルと、あとこっちだね。よいしょ。それで今着いたんですけど、ちょっと取り付けがねかなり難しくて、時間がないのと暗くなっちゃうので、つける瞬間はちょっとお見せできなかったんですけど、こちらここにあるパワーステポンプですね、オルタネーターは飛んなくてもいけたんですけど、こっちのパワーステポンプボルトがここに1個と、あとこっち側から2個こうやって刺さってるんで、それを取ってあげてここのパーステポンプが取れると。でそうするとこっちからこうまっすぐ入っていくんで、このカーボンサクション自体はここに入るんですけど、一番肝心なのがここ、あのエッジケースっていうシリコンホースが見えると思うんですけど、あれをね、そこのタービンの入り口とこのカーボンサクションの出口をつなげるんですけど、このホースを取り付けるのがねちょっと多分ね、もう奇跡と言ってもいいレベルで偶然ついたぐらいの勢いでつきました。本当に多分ね、あの透明とかのサクションフォースはシリコンなんで形がいくらでも変わるんでつけれるんですけど、パーステポンプとか取らなくてもね。で HKS のこのカーボンサクションはかなり難しかったです。インマニをもしかしたらもう取っちゃった方がいいレベル。で純正のサクションのホースをもうぶった切っちゃってるんで、純正も戻せないという状況だったんで、もう必死こいてね取り付けました。はい、という感じです。はい、やっぱりね何が気になるかって、まあ、取り付けももちろんそうだと思うんですけど、音ですよやっぱり。なんでちょっと音を今から撮りたいと思います。はい、ただちょっと吸気音を聞いてみます。
ティングサクションつけた時よりカーボンサクションつけたら結構ね、もっと音が過激にするようになりました。はい、からどんな感じに聞こえるか、ちょっと夜なんですけど踏んでみたいと思います。結構シュッっていうね。感じです。はい。